本日の10分シラはエナジー05ハードでございます。鉄の赤面が05ハードです。はい、ドライブ。ブロックミス多くなって、うん、深い。やっぱ硬いラバーのね、いいとこと言ったらカウンターなんで、まあラバーが硬いってことは相手の威力に負けずに振っていけるっていうことですね。負けてますね、今。ああ、そう。ナイスボール。ナイスボール。ナイスボール。はい。やっぱこのカウンターがどう負けないかっていうのが一つの硬いラバーを選ぶ理由ですか？そうですね、硬いラバーは回転負けがあんましないんで、うん、質の高いボールに対してもしっかりと振り切れて打てるっていうのが、なんて言えばいいですかなんか質の高いボールでもしっかりと振り切って打てるでいいです。うん、なんで05じゃなくて05ハードに今？最初05だったんですけど、05だと全部が綺麗なボールが行き過ぎちゃって、もう少し癖のボールを出したいなと思った時にちょっと硬めのラバーを使うことによって回転の変化やボールのスピードの変化を出しやすかったんで05ハードにしました、うん、でざっくりと基本的には05を硬くしたラバーじゃないですか。はい、硬くしてその硬さ以外でなんかそのメリットみたいなのってメリット、まあ今癖玉っていう話もあったけども、はい、技術的にここがいいとか。そうですね、僕は結構ブロックカウンターとかを、うん、が多いんでカウンターの面については05よりも05ハードの方が良さがあると思います、うん、負けないっていう部分で、はい、05よりも多分ちょっと飛ばないと思うんで、うん、硬い分、うん、なんで一本一本しっかり打たなくちゃいけないっていう難しさがあるんですけど、その分質高いボールが出せるって感じです、うん、台上も止まるようになった。台上も、はい、止まりました。硬いから、はい、回転かかります。そういうメリハリ、05よりちょっとメリハリがついた感じ。そうです、うんうん、使ってみたいじゃあ僕も05ハード、鉄のラケットですけど、水谷隼アウター、このぶっ飛びでどうなんでしょう結構深いな。今軽く打ってるんですけどね、結構深いっす。って安定してるじゃないですか、うん、けど普通の05よりか確かに
深さとなんか かかってたりかかってなかったりとかの癖は確かにありますね。おお、いいね。ちょっとルーカウンターしていいですか。やばい、やばい、参った。確かに負けない、負ける感じがなくて。台上は？おお、飛ばん。飛ばない。もう持ってけますね。ただこの手なじ特有のなんかスプリングスポンジ特有っていうのかな、ドイツラバーに比べて売ってる感がなくて、そのスポンジがのエネルギー効率が良すぎて、なるほど、いわゆるあのラケットでいうアウターカーボンみたいなラバーなんですよ手なじって。ビョーンってラバーのそのスポンジが反発がすごくか、だからそういう意味での慣れがちょっと難しいかなと、まあ普段僕は手なじを使ってないからですけど、参ったな、いいな。結構ループも低いところが、結構低いところだったんだけど、そっか、ここはこれね、なんか、いけそうなんですよ、今の。うわ、これはむずい。いけちゃう。なんか、簡単にやります。簡単に。だから困った時にいいよ、体作れない時。体作れる時って絶対さ、読みが冴えてるからいけちゃうわけじゃない。こう困った時とかにこのエネルギー効率の良さが素晴らしいね。参りました、いいラバーです。いいラバーなんですけど、いいラバーなんですけど、僕個人の考えですよ。もっと癖が欲しい。もっと癖が欲しい。っていうんだけど、いいラバー。癖が欲しい。いいラバーです。難しいな。そうなんです。けどこれアウターじゃなければもっといけるな。もっと。ゼロゴーハードいいラバーです。ゼロゴーがいい子ちゃんすぎてもうちょっと危険なプレーをしたい人もうちょっと悪ぶりたい人、ゼロゴーハード、僕はエナジーだったらゼロゴーハードかな。はい。